はい、おはようございます。ギンギングランドキャニオンイマジオン、そんな俺はペタシオンの AMS ジャパンです。今日もします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンごとだけぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日はね、冒頭塩沢さんからでしたね。これはですね、プレモルの白い缶ですね。ホワイトエールっていうのをぶっ決めてる動画にくれてます。ギンギングランドキャニオンイマジオン、そんな俺はペタシオン AMS ジャパン。適当です。このね、適当ですがね、ちょっと面白くて採用してます。いや、すごいっすね。本当にいつもありがとうございます。さあ、仕事終わりの風呂上がりなんですよ。喉カラカラですね。今日はですね、黒いプレモル買ってきました。ぶっ決めていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらですね。買ってきました。ザ・プレミアム・モルツの、ザ・ブラックってやつですね。黒いビールですね。アルコール 5.5%。飲みやすそうですね。これはね、限定ですね。今しか飲めない豊かなコクと旨味をお楽しみくださいって書いてますね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱテンション上がるな。嬉しいな。ジョッキしか買えた。よし、いきましょう。あ、くしゃみが出るな。よし。プレモルの黒があるんすね。ちょっとびっくりしましたね。テンション上がるわ。疲れた。もうね、仕事がね、多分皆さんも大変やと思うんですけどね、きついな。さてと、泡がクリーミーですね。匂いは、ん、ちょっと鼻が詰まってます。さあ行きましょう。初めて行きます。プレモルのザ・ブラックですね。いただきます。行ってきます。乾杯。めちゃくちゃうまい。やばっ。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてありました。今日のやつですね、ちょっとやっぱ期待値高めて飲んだんですけども、それでもですね、まあ思ったより美味しくて、黒ビールもまあいろいろ飲んできましたけど、今日のやつ完成度高いなと思いましたね。美味しかったですね。1本しか買ってないんですよ。でもね、また飲みたいなと思ったんで買っとこうかなっていう感じですね。ほんと美味しかったですね。ってことで、おそらくね、これ限定やと思うんで、まあもしですね、飲んでみたくなったら気になった方はぜひね、試してみてください。さあ最後、次回公開です。明日こちら行きましょう。これね、ビールなんですけど、 IPA ですよ。出ました。原産国はイギリスで、ちょっとそれ以外何にも分かってないんですけど、とりあえずね、飲んだことないやつ見つけてきたんでね、買ってきました。明日ね、こいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。また楽しみましょう。バイバイ。黒ビールほんとうめ。また飲みます。オーライさんです。